あよ。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 ほんとおはようまで3分かかりました。おはよう、喋り出すまでにカップラーメン作れた。おはよう、ゆっくり行きます。あのギフトありがとう。炎上さんクラッカーありがとう。たけさんハートありがとう。いっこうさん結婚して眠いのでちょっとパス。カピバラミキアくんバラありがとう、ありがとうございます。あよ、キャメリアケイさんかわいい、ありがとう、うありがとう。あそこ便利。え待って、エイプリルフール、エイプリルフールなの今日、エイプリルフールなの今日。カミリア・ケイさん結婚していいよ、いいよ。笑顔が素敵、嬉しい。そうだ、森塩交換し、今日はゆっくり朝配信できる日、嘘をつかないといけない日。嘘何する、ちょっと私今から頭皮のマッサージをしていこうと。山ちゃんレインボースターありがとう。見て頭皮動いてる。朝起きたさ、実はお兄ちゃんだよ。そうだったの、行き別れの。午前に、え、だよね、午前中にしかエイプリルフールって有効じゃないんでしょ。
頭皮をマッサージします。なんかマッサージの仕方合ってるんか分からんけど、頭皮が動いてるからいいよね。頭皮が健康だと髪の毛ツヤツヤになる。最高。実のじいちゃん。ゴー。何を延長。ゆきさんレインボースターありがとう。達筆嬉しい。今年の書き初めです。今年の書き初め。線選ばれる健やかに恩返し。恩返し。頭皮をマッサージしながら恩返しを見せる。今日は嬉しいことにゆっくり朝配信ができるから、みんなとゆっくりお話できるの嬉しい。久々に、久々お誕生日のとおりありがとう。遠い親戚ちょっとリアル。いや、マリュさんありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう。だからいつものねむねむりこちゃんでした。ちょっとなんか 眠くても許される嬉しい。みゃんこ先生だるまありがとう。どんなさ、嘘がさ、面白いかな。お仕事頑張って。どんな嘘が面白いかな。あと今日は朝絶対宅配便が届く。届かせる。弁当100個食べました。おっくん、おっくんハートありがとう。リアル。なんで、あ、リコチタン推しですってタン推しじゃないの。去年はついたっけ私。あ、私工藤理子、原田さやかさんと結婚します。面白くない。どう。めっちゃ面白いじゃん。なんか面白くない。私楽屋芸人だった。あ、気象予報士しましたって。ご結婚おめでとうございます。この時代ありえるね。なんかさ、今からじゃあ作ろうよ、そういう書類準備。今から面白いやん。愛の形はね、それぞれ。中村智也さんと三浦アナウンサーさんがね、
あの結婚したあのやつをちょっと、あーいやあのやつをちょっとさやってみようよ。タワーの皆さんにタワーのお礼明日とかどう思いますか？明日したいなって思ってます。うん、また遊びにおいで。皆様 A とかがいいかな。ついにベンチプレス買いました。うそやすごい。いつも応援してくださる皆様、えみたいな、皆様えみたいな。桜が満開の今日、私は公式さんも嘘つく？桜が満開の今日、私工藤理子は原田沙耶香さんと結婚いたしました。私ね、大切なお知らせでメモ帳のスクショでしょ。あ、入籍いたしました。4年、3年半の、あ、本当素敵なこと、3年半の交際期間を経て、未熟な私たちではひんちゃんダメなの、ひんちゃんって言っちゃう、ひんさんダメなの、まだまだ未熟な私たちですが、夫婦力を合わせて夫婦力を合わせてアイドル活動にも精進していきますので、これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。この決め手は受ける。桜が満開の今日、私工藤理子は原田沙耶香さんと入籍いたしました。まだまだ未熟な私たちですが、夫婦力を合わせてアイドル活動にも精進していきますので、これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。夫婦は入れなくてもいい？え、でも夫婦はいいか。二人でにしとく。私たちですが、力を合わせてアイドル活動にも精進していきますので、夫婦になっちゃう。入れなくてもいいのか。
桜が満開の今日、私工藤理子は原田さやかさんと入籍いたしました。まだまだ未熟な私たちですが、力を合わせてアイドル活動にも精進していきますので、これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。工藤理子、工藤、あ、令和、あ、そういうのもやっぱつけた方がいい？令和、これ5年？今5年よね、今4月1、え、わかる、ね、ま、名前は絶対手書きね。あん、令和5年、レインボーマンさんハートありがとう。え、なんか行くよ。わお、ツーデスさん、ハートありがとう。ね、直筆のサイン、工藤さやかね。できた。わお。流星さん可愛い、ありがとう。原田理子、原田理子か。え、原田理子でもいいですか？私、確かに私原田理子の方が、あの、私実は原田理子なんですよ。でもな、いや、原田理子、いや、もうここはもう自分たちの、いや、原田理子、いや、原田理子だ。うん、私お嫁に行くから。私ぴゃちゃんって割となんか私のことリードしてくれたりして、なんかイケメンなところあるんです。よし、行っちゃうよ。カメリアKさん、レインボースターありがとう。公式プロフは、あ、変わらんから、そっか。確かに芸能人ってそっか。じゃあ普通に書くね。工藤理子。そうだよね。
公式プロフは ここにいていいよね。まあいいや。じゃでは皆さん。そっかそっか。瀬戸内勉強中さん結婚していいよ、なっちゃんと遊びだったのって、みんな大施設だよ。ツイートしたよ。でもさ、なんかついた嘘ってさ、実際にな本当のことになったりもあるんでしょ？ツイート通知来た？大切なお知らせ来た？そう、名前直筆で上里亜紀恵さん、クラッカーおめでとう、誰の…なんか立ったわ。マニョさん、クラッカーありがとう。テイカーさん、これは東京タワーありがとう。お誕生日のお祝いタワーかな、二人の結婚祝いのタワーかな。ねえ、ありがとう。スクショ、お礼させてください。あのタワーのお礼が本当に、あのあれタワー投げたみたいな感じになんか言ってたけど、バリバリ投げてて、すごいなんか申し訳ないことをしちゃったりしたんですよ。そうだから、あのしっかりとあのタワーのお礼皆さんさせてください。本当にありがとう。おっくんハートありがとう。おっくんクラッカーもありがとう。おみかんちゃんもクラッカーありがとう。テイカーさん、タワーありがとう、ありがとう。ね、かわちゃんクラッカーありがとう。まあエイプリルフールだから、何しても午後になったら、おめでとうございます、祝電を送ります。みんながおめでとうございます。だってカピバラミキヤくん、ハートありがとう。カラさん、クラッカーありがとう。カワちゃんもクラッカーありがとう。そう、何してもいい、人が傷つかない嘘だったらいい。なんかお前のことを、なんか私はみたいな、なんかそういうめちゃめちゃ傷つくようなやつだったら、傷つかないな。結婚おめおめありがとう。今日はお話し会よ。ね。楽しい。楽しいね。これ。めちゃめちゃ楽しい。おはようみんな。ツイート本物感出てた。とりあえずとにかくちょっと明日
ま、明日や明後日までにはタワーのお礼配信をさせてくださいね皆さん。なんかあれ大量に来すぎて誰がどれほど投げたか私把握できてなくって、あの把握できてなくって、あれ何々さんタワー投げたくたたのみたいな、えって感じにあのなるんで、なってたんですよ。ほんと申し訳ないことしちゃったなって。だから本当にあのタワーありがとうございますの気持ちを込めて、ちょっとタワーのお礼配信もさせてくださいね。忘れてないよみんなが投げたタワー、めちゃめちゃ感謝です。だってなんか25本ぐらい、そんな届くって、リプめっちゃ届いて嬉しい。そう今日はお話し会でもね、お話し会が始まるのは午後だからみんな嘘つけないね。でも私たちだけなら嘘つき合いもいいかも。うん、嘘つく、確かに撤回忘れないよ。撤回したくないけどさ、あのネタバラシみたいなエイプリルフールって言わんといけん、悲しいけどさ。あらそんな短いなんて寂しいね。私タワー今食べてるみたい。準備していきますか、お話し会の。そろそろお化粧したりし始めようかな。あ、お洗濯物回そう。あと食器と盛り塩を、食器洗って盛り塩を変えよう。確かに嘘覚えちゃった、そんなこと言ってたよねみたいな誤解。盛り塩じゃちょっとアングルでも変えます。アングルとか変えてみます。月始めですからね。じゃちょっとあそこ整理。私めちゃめちゃあの私あやばい、シャツをズボンの中にインする大丈夫。私心とお部屋の状態って一緒じゃないですか。今めちゃめちゃお部屋綺麗に、ずっとお部屋綺麗に保ててて、私小町はい4月になりました。治安がいいんです実を言うと。ちょっと Just a moment ここはどこまで行ってくる。
ザ白い壁。中にくまさん、そう、え、あのねプードル、ヒポ森地をねしたらねめちゃめちゃ変わるよ。うん、じゃあアングル、じゃあわあ、切り時から来ました、ありがとう。 STU48 の工藤理子です。パジャマです。じゃあ今からこっちに行ってまずお洗濯物するよ。お洗濯物はOK。 お花もね、無事関東の幕張メッセからちゃんと届いた。かわいいアザラシ、おててもついてたの、アザラシ。メバルさんクラッカーありがとう。こう、じゃあお皿洗いは本当にずっと放置してた、ずっと放置してた。やばい、家事をする原田さやかの嫁。まださやかさんは寝ていらっしゃるので私がお掃除しようと思います。見て、このアングルいける。ではいざマイラントス。え、お皿洗いが一番面倒よね。でもそんな発狂するほどの量じゃないから。まだ可愛いもん。アミリアケンさん、ファイト。ありがとう。嫁っぽく見えてきた？なべゆきとなんかゆきさんと話すとき、なんかなべゆきはどっちがなんか彼氏でどっちが彼女なのって聞いたら、ゆきさんが彼女でなべさんが彼氏、
サララって偉い。からリコチたちも、リコチが彼女でフちゃんが彼氏じゃないみたいな言ってる、言ってた。そう、ナベユキは確かにリカさんがね、デレデレデレラブラブって感じで、確かにそうだって思った。ヤマちゃんハートありがとうね。私はどうだろう、黒猫ヤマト届くかな、11時前とかに。卵が4月5日までだっけ、賞味期限。うわ、食器知っても食器洗うのも好きよ。溜めたらちょっと大変になっちゃうから、それだけ気をつけよう。何注文したの？なんかお誕生日でいただいたあの LINE ギフトたちが、届きます。また食べ終えたらいいかな。温泉卵にしちゃおう。いいね。サラダに温泉卵かけたらさ、一気にちょっと高級感あるサラダになって嬉しいよね。シーザーサラダかけてさ。そう、お誕生日プレゼントの LINE ギフトでね、いただいてね、嬉しかった。 LINE ギフトって嬉しいなって思ったから、も私も渡そうとしたらクレジットカードのいませんみたいな、大勢よ。確かにある。温玉サラダみたいな。流星さんレインボースターありがとう。温玉作りたいな、今から。温玉作ってキャベツに のっけて食べたい。シーザーサラダのドレッシングじゃないぞ。流星さんレインボースターありがとう。そう、バースデー、そう、バースデー。お腹も空いてきた。よかった。私は昨日も結構ご飯をいただいたので、10分とかできる。卵は贅沢品よ。私もサラダ大好き。サラダ美味しいよね。なんかお野菜が新鮮であれば新鮮であると美味しいよね。私今シェイカー洗ってる。プロテインこれで飲んでるよ。確かに温玉だけでも美味しい。今日はお弁当を食べるか迷ってます。でも腹8分目だったらさ、太んないよね。そっか、ずっと高いんだね。あ、言ってたね。なんかそっか、半年くらい。でも急に高いよね。見ろ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 。今ザバス。うん、お腹すいた。でももう6周年コンサートまで1週間ですよ。1週間後です。
なんかさ、サラダバーの店す、なんかさ、おしゃれなサラダ屋さんのサラダって美味しいよね。ヨーグルト値上げ、この前ブルガリア138円でさ、え、何があったん、すごいってなっとったけどさ、また178円です。この40円大きいよね。ケーキとかもそっか、高くなっちゃうのか。あ、確かに朝のバナナ、バナナは2割引きのやつが、あ、そっか、3割だかな、1割買ったっけ。あります、私もバナナがね、朝は主食。確かにそれの消費カロリーが上回る量を取りすぎなきゃいけないか。私は大きいな。漫画、私絶対読みたい。今小説ブームで、あ、ポッチャ飲めばいいか。今読んだ、読み終えた小説はすごい面白かった。何を読んだかみんなは知りたいかな。昔の、ね、作品だと思う。おついてさんすごいからね。で、まあ、あらすじは、主人公の僕と、まあね、このクラスメートの森の夜っていう女の子のお話、二人のお話なんですけど、あ、お誕生日おめでとうってありがとう。森の夜ちゃんはすごいね、事件に巻き込まれやすくって、もうなんか毎度毎度変な事件に巻き込まれていまして、なんかそういうのを引きつけるね、力が森の夜ちゃんではあるみたいで、それを解決していく、あの僕の推理力を
使って解決していくっていう話。ちょっと、じゃあ待って待って。そうね、確かにチェンソーマンに出てくるよね。ミステリー。そう、でもなんかその事件が短編で繰り広げられていくんですよ。でそれがすごい面白い。なんか最初は犬なんだかな、最初どういう事件に巻き込まれてたっけ、なんかいっぱい6ぐらいあって、最後声っていうね事件巻き込まれるんですけど、なんかね、うわそうきたかみたいな、そうだったのかって、最後うおーってなりました。なんか そうだったのみたいな、気持ち悪いねみたいな感じになりました。 最終的には食器洗ったからすごい手がうーってなってるね。映画もなんか漫画もあるみたいで、やっぱ小説だからこそなんか楽しめる楽しみ方があるなとやっぱ読んで思いますね。でちょっとモリジを清めていきましょう。私もミステリー好き。モリジオってこうやってもう固まるんですよ、1ヶ月過ぎると。本当は15日で変えた方が良かったけど、ちょっと時間がなかったので。そうカチカチでしょ。カズさんハートありがとう。そうちょっと武器に笑ってくれるの優しい。やると思った。お誕生日おめでとう、ありがとう。よし、森皿をね洗って、ほらリコちゃんの好きなようにって。でキッチンペーパーでね拭いてあげて、塩を置いたらドソソソソソソ。よし、いやまだちょっと捨てられないね。マジかわいいよ、優しい。はい、買ってオリジオカップね。お塩は何でもいい。私のツイート見て笑顔になってくれた。本望です。よかった。まずは先っぽまで綺麗にしたいので、ちょっとだけ入れてこうやってキュッて押し詰めます。
作業、あ、手作業であんなカクカクの持ってると思ってた。そんな私器用じゃないよ。そう、カップで、え、形成してるのかと思ってた。なんとね、カップで。森塩カップが、うん、森塩皿がなんか濡れてる。拭き方が甘かった。ツイート見て飛んできました。あ、新婚生活配信してます。そしたらこうやってもう満杯になったんですよ。そう、もう白くて見えないけど、でこうやってこうしたらできました。そうね、森塩部、森塩初期メンバーはゆきさんだもんね、本当に。で、広報担当みたいな、なんか広報はアーナ、アーナに私は布教されたの、森塩ね。実はゆきさんがね、初期メンバーで、で、アナなの。ね、綺麗な三角形。うまくできない。どこの塩ですか？普通の塩、普通のスーパーのお塩。森塩界隈バズってる今。熱いよ、森塩界隈。汗も持ってる。リネもね、最近あのアナに持ってもらってた。いきますよ。ちょっと待って、私塩だらけ、塩だらけでつかめん。できた、上手にできた。え、私はね、森塩すごい効果があるって感じてるよ。なんか森塩してからすごい私は心の調子がいいです。で、元の戻して、玄関の前に置いてきます。2つの森塩、置いてきます。できました、できました。貴重な配信、確かに。もうこれで私がしなければならない家事は終了した。いいね。あ、でも私最近ほら2割引きのバナ、美味しいよ、バナナ。ちょっとまたね。
ばいや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 ばい、カチャ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 、よしよしよし、行くぞ。カチャカチャマンになった。オッケー、家事終了。じゃああとは洗濯物をあれするだけ。こまちお留守番ありがとな。ほんとじゃん、ありがとう。カチャラーだったね今、かなり。やったー、えらい、ありがとう、私の見守ってくれて。じゃあ今からお洗濯物を取り込みます。まだす、うん、カミリュウケイさんお疲れありがとう。あそこにレッスン T シャツが渋滞しているので取り込もうと思います。みゃんこ先生だるまありがとう、えらい優しい。え、なんかツイッターランド主婦やん、もう主婦なのかな私。あ、すごい、なんか引用リツイートで、なんかで、なんかコメントとか多くて嬉しい。いや、コメント99。初めてだよこんな来たの。こういう文章では句読点打っちゃダメなの、知らなかった。すごい、もうめっちゃ引用リツイートもリプも多くてちょっとびっくりしてる。ちょっとびっくりだよ。よし、よいしょ。確かに直筆なのリアルだね。いい奥さん、いい奥さんかな。新婚はね、そう忙しいのよ。カピバラミキア君ハートありがとう。じゃちょっとお水を飲んで休憩するね。壊しちゃった。スマホに被害がないかがいこぼしちゃった。プチってどこにあるんだっけ、こぼしちゃった。水でよかった。拭いてもなんかもうソファに吸収されちゃった。直筆だ、直筆。スマホの上に落としちゃった。でも大丈夫、濡れてません。ちょっともう一回。かぁ、おいしい。飲んだ。500円の水じゃないよ、それこぼしたらさもう罪だよ。お水おいしい。満月コーヒー店さんお疲れありがとう。結婚したら 3R も私はいるよずっと。あの伝説の500円のお水すごいね。もう STU だから許されるとこない。ではお洗濯物を取り込んでいきます。見て、着てるよ。空っぽ。
乾いたわ。ヒートテックも健在です。まだヒートテック使ってます。ねえ、44足の靴下ってさ、冷静に考えてやばくない？すごくない？私昨日数えたら44足届いてたの。しかもなんかご飯の靴下みたいなの、なんか中華料理靴下みたいなの届いてて、めっちゃテンション上がった。めちゃめちゃテンション上がりました。今はタオルをちょっと畳んでおります。いかがですか、いかがですか。すごいよ。みんな今何してるかな。今みんな私がいないなと思っているのかな。ペコちゃんいないなみたいな、どこにいるんだろうなみたいな風に思う。やばい、くしゃみが出そう。最後は靴下を取り込むだけ。靴下ほんとね、嬉しい。君のことが好きだから。しました。みんなただいま。みんなバンされてない？大丈夫？ぬいぐるみリコチはそうちょっと変身しちゃってた、アザラシに。カズさん音符ありがとう。まだ増える。まだ増えていっちゃうよね絶対。ん？モリさん結婚していいよ、いいよ。ただいま。
テイカーさんお疲れありがとう。洗濯物取り込めました。小町がね、今日本当にゆっくりしててね、午前中時間があるの嬉しい。明日もこうだよ。お話し会の日は午前中がゆっくりだから嬉しい。あ、どうなんだろう。確かに同性感高め配信、確かに私たちでも4月はいっぱい、なんだろう、配信あの歌じゅ、まったりしていきたいと思ってる。4月はどんなに忙しくても、確かに罪の女だ、結婚したばっかりなの。寒い。でも私は今日は、え、早くさ、本当に宅配便10時までに届いてくれんと困るよ私。お願いお願いお願い、届いてくれんと困るで、困るど、ドナルド困るど、ドナルド、うん、配達時間して、かけてるかけてる、午前中にした、4月1日の。でも昨日の夜それにしちゃったからさ。でもさ、生物もあるからさ、生物、そう、ヒンさんから神戸フランツの神戸プリンをそう いただいて、そう、生もも、生麦、生米、生卵なの。生麦、生米、生卵、そう、嬉しいよね。神戸のあの壺プリン、私の心の中のジョイマンさん元気でしょでしょね、時間して嘘だと思われたら困っちゃう。満月コーヒー店さん、タコありがとうね。11時59分に届いて、もう家にいないんだけどってなっちゃう。そうだよね。カピバラミキアくん、ハートありがとう。うん、でもさ、もうさ、なんか宅配ボックスとかさあるじゃないですか、そういうの。もうさ、満タンだからさ、どこも隠しも。あ、追跡すればいいのか。やり方わかんない。そう、宅配ボックスの取り合いなの。大木戸博士、私、元気よ。そりゃそうじゃ今ね、洗濯物第一弾できたよって言われたから、今から取り干していくよ、みんな。そうだよね、9時か12時のギリギリ、どっちかだよね。午前中配達めっちゃわかる。あー、生もの、しかも生ものは、はい、しかも私明日もこのスケジュールじゃん。で、明後日もずっと家にいないから、もう神戸プリン諦める説が出てるの。神戸プリン諦めないといけない説出てるの。誰か私のとこお留守番してくれん。うん、受け取ってくれと、受け取ってくれん、本当に。マミ、マミーからおはよう。あ、ママおはよう。ママがヤマトの追跡の方法教えてくれてる。オッケー、ラッコ、私さ、オケラッコって言うんだよね。執事呼ぶしか、あー、電話するの。え、本当にちょっとね、あ、これから生物は事務所に届くようにしようかな。困っちゃうよね。もう話し会会場に届くようにしようかな。困っちゃうよね。お洗濯物もみんながしてて。よし、じゃあ今から干していくよ。干していくざます。マナブに食べられるよ。確かに、マナブが食べちゃうかもね。マナブさんだよ。
私、白のワンピースに、なんか、肉汁つけちゃって、ちょっと悲しい。でも、取れてよっていう報告。干していくよ。よいしょ。私はすごいもうね、しっかりと家事をこなせててね、えらい子になっちゃってるみんな。心の調子もすこぶるいいです。すこぶるいいです。よいしょ。あれ、チンアナガの靴下が急ぐしかないぞ。落としてきちゃったかな。チンアナガの靴下が急ぐしかないぞ。いつの間に、私いつの間に充電がさ 10% どう見えてるみんな。あ、よかった。お、よかった。え、なんか急に見えてるよ。急な告白、見えてるよ。よかった、充電が 10% だよって。こベーが出てた。止まってたから喋ってたのに。私、バオバブさん、ハートありがとう、ありがとう。え、あのチンアナゴの靴下一足しかないよって言ってたじゃん。あのズボン、昨日履いてたズボンに引っかかっちゃってた。見えてないと思って告白するところだ。見えてるよ。見えてるよ全部。パッ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 、ハレルヤ、おはようございます。もうね、新しい小説をね読み始めます。ちょっと分厚い。4月までにこれ読めたらいいなって思ってる。あれ、待って、
私ここまで読んでたんだ。そっかそっか。いやこの小説読んだことあるなって思いながら、えこの展開知ってるなって読んだことあるなって思いながらねいたのよ。そう、えなんか読んだことあるような話やけど、まあでも忘れてるから全部読もう。あ私ここまで読んでた。 1度目そうなんか新しいしおりを使ってて、しおりがのせいでこうやってちょっと引っかかってちぎれちゃったんですよ。こうやって、わかりますか、こうやって途中まで読んでた跡がある。なんだだからか。いやなんかあれってこの内容すごい知ってるなみたいなね。150ページまで私読んでたなんて知らなかったね。でもねこれはね450ページぐらいあるからね。うんうんね、えそう、読んだことあるなー、なんか内容知ってるなって、えこの内容知ってるなーみたいな、そういくつもあった。結構読んでたねでも多分その間全部忘れてるから取り返すようにゆっくり読んでいこう。でも4月もねやっぱり頭よりは期間だから、作者さんだったから私。そうえそうで、お誕生日プレゼントでさ、ほらやっぱり読んでるわ。お誕生日プレゼントで本とか読んでさ、本とか届いて嬉しかった。そう哲学の本来てね、確かに繰り返して読むのも新しい発見があって楽しいよね。そうだよね、内容知らないよって思あれなんかちょっと思いながらね、ちょっと忘れてるからね。そうなんかあの本のあのブックカバーとかも届いてなんか嬉しかったです。あーってなんかあ皆さんなんか贈り物センスあるなってそう思ってた。思ってすごいすごい。みんなね、私の家事はもうね全て終わったよ。もう今日のでも会場でメイクとか髪の毛整えよ。ウミウシ図鑑のイメージ、確かにウミウシ図鑑がね届いて、確かに本嬉しいよ。買うときってハードカバーと文庫本どっちが多い？え文庫本かな。ハードカバーも一冊あるんですよ。そう一冊あるけど文庫本かな。文庫本が持ち運びやすいしね。うん、なんか本読むの今ハマってる。なんかいいらしいよ。なんか大谷翔平選手が運みたいなところ、なんか運を上げるにはなんか挨拶とか本を読むとかなんかそういうのちょっとなんかあってあ本読むと運上がるのかってちょっとね感化されました。挨拶、ゴミ拾い、部屋掃除、道具を大切に使う、審判さんへの態度、本を読む、応援する人間になる、プラス思考。ああ大切だなって。だから部屋掃除してし森地を変えて挨拶しっかりして本読んでなんかそうやって運を上げていこうと思った。家事全部できたみんなのおかげで、みんなが見守ってくれてたからね。満月コーヒー店さん、アイスありがとう。わかる、確かに哲学はそうだよね。きっと繰り返し読んでね。そうだよね、話し会の順番待ってる時読書はか、え読書さでもさ没頭しちゃうじゃん。だからさあって気づかなくなっちゃうじゃん。あってあとの
本棚に飾るときハードカバー、ああそっか、でも私どっちもいいな。でも本棚の縦の長さが割と狭いから、だからハードカバー以上になっちゃうと危険になっちゃうね。ゴミ拾うのも運上がるよ絶対、見てるからね。ね、そう持ち運びやすさ大事、ね、確かに。どうだろう、これ難しい質問だ。みんな読書のお供何飲むの？お水お水だな私、何も考えず。私ね、私のシュドリンクは主食みたいな感じ、シュドリンクはお水です。確かに新しい選択肢増えるね、本読むと。価値観とかも広がるし、なんか言葉とかも覚えて語彙力上がる。シュドリ、鬼滅始まる、うん、こんな時間だな。9時半、そう9時半になったら配信止めようかなって私も思ってる。いいね、本持ってカフェ行くの、価値観広がるのいいよね。なんか知らない言葉とか知れるし、あとなんか没頭できるもの嬉しい。なんかスマホばっかりいじってると時間無駄にした感があるけど、スマホばっかりいじってるとなんか時間無駄にした感があるけど、本読んでたらもうあっていっか。アニメ見てても、でもアニメは無駄にした感はない。漫画もない。スマホダラダラいじるのがそう一番無駄にした感あるから、そういう時間は、暇つぶしの時間は本読んでる。コーヒー大人だ、読書にコーヒーだなんて、大人がいる大人なんだな。いや、そろそろ私もお家を出る準備をしていこうかなと。TikTok は確かにね、無駄にした感すごそうだな。ねえ、スマホからね離れる時間大事。人生の無駄にはならないよね。デジタルデトックス大事。気持ちいいよデジタルデトックス。じゃあ皆さん、今日も私ののんびり朝配信にお集まりいただき誠にありがとうございました久々にこうやってのんびりみんなとなんかお話ししながら、なんかいろんなことできてよかった。お風呂に持ち込んでないスマホ、マジ偉くない？私決めた、自分との約束は絶対守るの。そう決めたことは、そう私自分との約束を破ったら自分に失望しても何もかも嫌になってあーってなっちゃうからそうもう持ち込んでない。あの日以来ずっと持ち込むとしても本持ち込み。流星さん尊いありがとう持ち込んでないよ。そう配信、私の配信見てくれて本当にありがとう。山ちゃんハートありがとう、偉いよね。ズーデスさんクラッカーありがとうそうあさりこち見に来てくれてありがとう。じゃあ皆さん今日もお話し会で会いましょうね。最近朝配信ずっとバタバタしてたからね、みんなとバタバタせずゆっくり過ごせる朝配信ができてよかった。ありがとう。りょうじいさんファイトありがとう、頑張ろう。午後からも話し会楽しもうね。ね、下地のひさまさんかわいいありがとうわあ、ようかなさんいいねありがとうかずさんファイトありがとう、優しい。みんなスライダーよかった。じゃあお話し会でみんなに会う準備をしてきますね。昨日はバタバタしすぎてたくさんママが出てきちゃったからね。今日はみんな何でしょう。あ、換気扇、おいいね交換。私も掃除機の中のゴミを出したいな。
お、いっこうさんファイトありがとう頑張る。じゃあ39位から、おっくん、いっこうさん、ゆうのくんさん、孫悟空さん、森さん、浦部さん、瀬戸内のお日様さん、馬一筋さん、スノーさん、三八さん、マシャさん、ブンちゃん、ム小次郎さん、ファイヤーサーフさん、ノリミオさん、サトピさん、ネズオさん、神谷バシさん、ボヤッキーさん、ナポリンさん、ジャックさん、お日様おじさんさん、イタキさん、ヨウくん、アムトンさん、リョウさん、ズーデスさん、ロックオンさん、クマケンさん、エレメンツさん、バボスさん、ナベナベ所長、YK さん、そして本日の秋元先生枠は、あ、変わった。じゃあ10選からもう一回読むね。クマケンさん、エレメンツさん、バボスさん、ナベナベ所長、イタキさん、YK さん、バオバブさん、そして本日の秋元先生枠はマリュ先生です。ありがとうございます。フェリスさん、スーさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はズーデスさんでした。ズーデスさん、ありがとうそして第2位は流星さんでした。流星さん、ありがとう。流星さん、ありがとう。そして第1位はテイカーさんでした。テイカーさん、タワーもありがとうございます。本当にお誕生日と結婚おめでとう、タワーありがとう。テイカーさん、あのお礼させていただくので待っていてください、待っていてください。ありがとうございます。皆さん、私の朝配信を見てくださって本当にありがとうございました。すごいのんびりのんびりまったりみんなとお話ししながらやることできて楽しかったですありがとうごめんなさい、喉ガビガビ。ありがとう。みんな、満月コーヒー店さん、パチパチありがとうパチパチありがとう。お嬢さん、音符ありがとう。すごいたくさんの方がね、朝から見に来てくださって本当にありがとうございます。そうね、ね、では森塩も交換できたので、次配信はサイン会の配信をさせていただきます。5時間目かな今日なのでよろしくお願いします。じゃあ皆さん、今日も一日頑張りましょう。それではお手を拝借、せーの、えいえいおーありがとう。みんな、また後でね。また後で、嬉しい、また後で、またね、えいえいおー、輝こうね、後でね。満開、あー、満月コーヒー店さん、お疲れ、おー、たくさんありがとう、ありがとうね。じゃあ行ってきます。バイバーイ。